ピンピンガチャピンです。どうもムクムクのムクですぞ。ねえねえムック、実はね僕昨日 YouTube を見ていたらすっごい面白い動画を見つけちゃって、もう昨日からそれをムックに見せたくて見せたくってしょうがなくってね、興奮のあまり全然寝れなかったんだよ。大丈夫ですか？でもそれどんな動画なんですか？とっても気になります。でしょ、実はね、ちょっと待ってね、これでーって、スマホスマホ、僕のスマホはどこかな、スマホスマホさん、スマートフォンさん、いませんか？スマートフォンさん、あれあれあれ、スマートフォンさん、あれ、あ、ちょちょちょ、どうしよう、スマホさんがいない。なくしちゃったんですか？そんなはずはないよ。お家を出るときは持ってて、お外でも触ってたんだけど、さっきお手洗いに行ったときにあの洗面所に置いてきちゃったとかないですか？それだ、頭いい。あ、そうでありますように。ちょっと急いで川屋を見てきます。ガチャピンチャンネル。ガチャピン、どうでした？スマホありました？スマホなかった、ああ、お外で触った記憶はあるし、きっとどこかで落っことしてしまったんだ。今頃スマホさん寂しがってる。どぼちよ、どぼちよ。泣くのは早いですよ。そうだの、なくしたスマホを探す方法はいくらでもありますから。え、教えて。大丈夫です、お任せください。でもね、ガチャピン、スマホを探す前にやっておくべきことがいくつかあるんですぞ。え、何をしたらいいの？何をしたら、僕は何をしたら。では一つ一つ整理してなくしたスマホを探しましょう。はい、ガチャピンチャンネル。ガチャピン、まずはじめに聞きたいのですが、ガチャピンはスマホにしっかりとロックをかけていますかな？当たり前だよ、ちゃんと4桁のパスワードでロックをしっかりかけてるよ。もしかして誕生日とか安易なパスワードにしてませんかな？しかもそのパスワード他でも使用していませんか？ギクギクギクのすけ。それではもし仮にガチャピンを知っている人が拾ってしまったら悪用される可能性がありますぞ。パスワードはまず人に推測されないものを使用することがとっても大事なんですぞ。例えばガチャピンのスマホに私から連絡をしたとしましょう。するとガチャピンのスマホを拾った人が私の名前をネットで調べて SNS などから情報を抜き出し、そこからパスワードを解除するなんて方法もあるんですぞ。何それ、とても怖い。さらに解除したスマホからガチャピンの撮影した写真の位置情報を確認して住所を特定。そんなの、僕お台場あたりに住んでます。私と一緒に撮影した写真もいっぱいあります。私の住所も特定。同じところに住んでます。なんていうことも難しいことではないんですよ。そんなことまでできちゃうんだ。だからこそ携帯のパスワードは推測不可能なものにするのがとっても大事なんですよ。知らなかった。ではですね、パスワードの重要性を知ってもらったところで、次にクレジットカードや電子マネーの利用を停止させましょう。なんで？それ大変なんじゃないの？スマホを落としてパスワードを解除されてしまったら限度額いっぱいまでクレジットカードを使用されてしまう。そんなこともザラなんですぞ。限度額いっぱいまで。一般的にですね、詐欺被害や窃盗によって使われてしまったお金を返金する、そういうクレジット会社のサービスもありますが、一度支払わないとクレジット会社のブラックリストに載ってしまうので、ローンが組めなくなるなんてこともあるんですぞ。ローンが組めない？それを防ぐために
まずはカードの利用を停止するんです。すごい、僕が立派な大人に見えてきた。さらに、はい、電子マネーなんかは残高が残っていればコンビニ決済などでパスワードを使用しなくても決済できてしまうので、早めの対応が大事なんですよ。なるほど、確かに何かあってからじゃ遅いもんね。そうなんです、何事も何かあってからじゃ遅い。先手先手で手を打つのが大切なんです。先手先手、ありがとうムックン。ガチャピンチャンネルですぞ。何はともあれムックのおかげで僕のスマホを不正利用される可能性はなくなりましたね。いえいえ、まだやることはありますぞ。えぇ、じゃあガチャピン、今度はパソコンからスマホを遠隔ロックしましょう。遠隔ロック？そう、機種によって操作方法は違いますが、スマホには遠隔でロックをかけることができるんです。こうすることで遠隔ロックを解除するまでスマホを触ることができなくなりますから、第三者に悪用される可能性がさらに減るんですぞ。そうなの？それじゃあ最初からこれだけをやればよくない？うん、もちろん。今回はですね、お金を使われないように先にカードの不正利用を防いでおりますけれども、うん、スマホの中に会社の情報がたくさん入っているといったような方はですね、遠隔ロックを先に行うのも一つの手ですな。なるほど、ケースバイケースってやつだね。その通り、対処法はいくつもありますが、自分に合った方法を取ることがとっても大事なんですよ。じゃあガチャピン、ロック作業をお願いします。はい、了解です。ポチ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 っとな。よしっと。モック、遠隔ロックをしたら次はどうすればいいの？次はですね、スマホをどこに落としたか探しましょう。え、そんな便利なサービスがあるの？ね、どうやるの？教えて教えて。スマホにはですね、GPS を使ってどこにあるかを探すサービスが備わっているんです。うん。これもですね、機種によって検索の仕方が違いますから注意してくださいね。え、じゃあ僕のスマホやってみて。はい、ちょっとパソコンお借りしますよ。どうぞどうぞ。あら、これはウームにガチャピンのスマホがあるみたいですぞ。え、あ、そうだ、今日撮影する前にスタッフさんにご挨拶をしに行ったからそこで落としたのかもしれない。まったくガチャピンはおっちょこちょいですな。ガチャピンチャンネルですぞ。ガチャピン、スマホ持ってきたよ。はぁ、スタッフさん、どうもありがとう。ありがとう、感謝感激でございます。さてと、遠隔ロックを解除、解除。よかったですね、ガチャピン。もうこれからは気をつけてくださいよ。わかったって。あ、何これ、え、あなたの携帯が不正なアクセスにより利用されている可能性がございます。下記サイトにて ID とパスワードの再設定お願いします。何これ僕、どうしようどうしよう、ね、もう使われてしまっているかも、全て抜き取られて向こうのお写真も。落ち着いてください、先方さんに。いやいや、ガチャピン、これこそですね、気をつけないとパスワードや ID を抜き取られてしまうんですよ。なんで、どういうこと？これはですね、フィッシング詐欺という詐欺の可能性があるんです。フィットネス詐欺？いや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 、体をシェイプアップしてどうするんですか。違います、フィッシング詐欺です。フィッシング詐欺？そう、これはですね、偽物のサイトへ誘導して ID とパスワードを抜き取ってしまう詐欺のことなんです。ほとんど使っていないアカウントを乗っ取ることでその人になりきることはそんなに難しいことではありませんからね。なんかもう、あ、気がめいる。モニターの前、スマホの前にいるのはもしかしたらその人ではないかもしれない。表示されているアイコン、文字、画像はその人を証明するとは限らない。まあ、そういうことをしっ
かりと覚えておいてほしいんですぞ。ねえ、僕もスマホを持っていることが恐ろしくなってきちゃったよ。気をつけてれば大丈夫ですから。だってさ、それにムックがここまでスマホの危険なことに対して詳しいこともなんか怖いし。まあ私ネットでは謎の人物 M として知られておりますから。人物？どこかの映画で聞いたようなフレーズだね。どんなものでもどのようにして使うかで、それが利便性を与えてくれたり危険性を与えるものになってしまうんですよ。使う前にその危険性をしっかりと理解することが自分へ降りかかる危険を軽減することになるんですぞ。わかったよムック。僕今日はいろいろと新しいことを知れてとってもよかった。私も話をこんなに理解してくれてとっても嬉しいです。でもさ、なんかさ、難しいお話ばっかりだったから少し頭が痛くなってきたので、僕が見た面白い動画ムック一緒に見よう。あ、見ましょう見ましょう。それそれ、僕のスマホに送ってあげるからね。はいはい、行くよ。ポチポチポチっとな。はい、送りましたよ。スマホ、あれ、スマ、あれ、確か、あれ、どうしたの、あれ、スマ、スマ、え、スマ、あれ、ここにも、え、あれ、ちょっと、え、ちょ、あれ、スマホ、スマホ、あれ、スマホ、あ、スマホをなくしてしまいました。あ、もう落ち着いた、落ち着いた。